久保さん、久保さん、髪の毛ほんとないな。ちょっとなんか スズメの巣みたいですね。そうね、久保さん、蚊がいまして、蚊にめっちゃ刺されまして、起きましたよ。いや、まさか蚊が侵入してるとは思わなくて、さっき退治したんですけど、めっちゃ痒くて。ねえ、まあ、なんで動画撮ってんすかね まあ送られてきたから撮ってんすけど、まあでも久保さんが稼いでなかったらね、まあ嫉妬の嵐でしょうね。嫉妬、ふざけんなみたいなね。何がマクラーレンだみたいなね、何がベンツだみたいなね。まあ良かったですよ、久保さんが実際稼いでくれていて 稼いでない人にこれ送ったらね、嫉妬の嵐ですからね、ふざけんなみたいな。だからまあ世の中は二極化なんですよ。これはね、現実です。正直申し訳ないけど現実です。でもその二極化のどっちに行くかはあなたの選択次第です。やるかやらないかっていう。でも一つ事実を僕がね、お伝えできることがあるとするならば、二極化。じゃあなぜ二極化になってるんでしょうか。それが真実じゃないですかね。少なくても久保さんは多分あなたよりめちゃやった。てか今もやってるし、まあ、僕もまあまあやってますけど、なんか生まれた瞬間からね、まあそのアラブの石油王でね、なんか大金持ちっていうわけじゃないわけですよ。久保さん麻雀店のおっさんでしたよ。借金まみれでホームレスで、だけどやったんですよ。で今回ね、億稼いだ人もね、今51歳ですよ。51歳 久保さんより年齢上。でもやりましたよ、いっぱいいっぱいやった。それだけですね。100歩譲って久保さんよりやって稼げてないっていうことだったら土下座して謝りますよ。Facebook ライブ4000回以上、まあ、YouTube の本数も1万本以上、なんだ、セミナーも何百回 いや、それ以上やってね、稼げてないんだったら土下座して謝りますね。まあ億は分かんないですけど、まあそれ何千万か稼げんじゃないですか そんだけやったら 申し訳ないけどやってないですよね。それが事実じゃないですか。まあ、いろんな人見てきましたけど、少なくてもそのなんだ、敗者復活戦じゃないですけど、そっから登ってきた人っていうのはやってますよ。生まれた瞬間から大金持ちじゃないです 僕もそうですけど、僕もやった結果です。単純にそれだけです。それ以外何もない。だからそれを指さしてああだこうだ言うんだったらやれと、まずやってから物事言えばいいんじゃないかなと 思いますけどね。まあでもね、まあいろいろ意見あるでしょうね、久保さんね いやでもね、希望は必要ですから、僕は稼げてる人を、やればできるんだよっていうところをね、どん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 見せてって、希望の光ですよね。やればできるんだと。やればできると。やってもできないじゃなくて、やればできると。でもそのやればできるっていうやる量は、まあちょっと、ぶち抜かないとダメですけどね。でもやればできるんです やればできる。いってらっしゃい。